風見取り風光とは、風が吹いてくる方向のことである。例えば、北風は、北からこちらへ向かって吹いてくる風のことである。風向は、一般的に南、南南西、南西などといった16方位で表すが、国際式の風向は、真北を基準に、東が90度、南が180度といったように時計回りに表す360方位を使っている。 無風状態で方位が定まらない場合は例で表す。風向は時間により刻々と変化している。よって単に風向という場合は10分間の平均の風向を表している。しかし風向は航空機にとって欠かせない情報なので航空ではより精密な2分間の平均を風向としている。寒冷前線などの通過時には風向が 今まで吹いていた方向から短時間で90度以上変化することがある。このような急激な風向の変化を風向の急変といい、風向が時計回りに変わることを風向順転、逆に半時計回りに変わる場合を風向逆転という、風向によって風の性質も異なる。季節に固有な向きの風を季節風という、日本では特に冬の季節風が実際には、 北西の風であるが、北風として単なる風向き以上の意味で、ほぼ固定表現として使われる。また、地域ごとにある方向からの風を、山の名をつけて呼ぶことがある。また、1日の中で昼間は、海から陸に向かって、夜は陸から海に向かって、風が吹き、それぞれ海風、山風という。このような観点から、風向の変化は、季節や、 時間の経過を意味する比喩として使われる場合もある。例えば、メアリー・ポピンズが子供たちの家に滞在する期間は、風が変わるまでである。個人にとって、風向は、進行方向との関係で決まる。進行方向から吹くのを向かい風。進行方向へ向かって、吹くの追い風という。左右からの風は、往風である。進行する場合、追い風では早くなり。 向かい風では遅くなる。陸上競技のトラックを周遊したリロードに出たりしない場合、進行方向や投げる方向は一定しているから、風向きによって大きく影響を受ける。特に追い風がある程度強い場合、記録が良くなりすぎることから、正式の記録とは認めず、追い風参考記録と言われる。また、かつては船が大量輸送の重要な担い手であり、それが、 風に依存していたから、その意味での風向きの言葉もある。順風や逆風はこれで、順風満帆は、すべてが良い条件で、いよいよ進行を始める意味に使われる。風をその時の状況一般を指す言葉として使う、例があるが、風向きがこれに使われる例も多い。順風や逆風はそのままに自分に良い状況と悪い、状況のことを指す。また、北風は、北半球では、 冬の季節風であり、厳しい寒さをもたらすものであるから、同様に辛い状況、厳しい周知を意味する言葉としても使われる。ありがとうございます。